放送中止。あなたは放送中止になったアニメや映画をご存知でしょうか？最近では新型コロナウイルスの影響もあって、2020年公開予定の映画や地上波で放送予定されていたアニメが延期になったことは記憶に新しいかと思います。特にアニメに関しては、リゼロや SAO など人気作品が目白押しだった年だったんですけども、ほとんど全てが延期となりました。劇場版の名探偵コナンについては、1年間の延期で2021年4月の公開予定となったりしています。そんな映画やアニメなんですけども、実は今回のようなパンデミックではなく、事故や社会情勢、規制などから放送中止になった事例が存在するんです。しかも皆さんがご存知の人気作品に。今回は鬼滅の刃、ポケットモンスター、暗殺教室、サイコパスについて紹介したいと思います。ということで今回は放送中止になった大人気アニメについて紹介したいと思います。いつものように画面に全集中よろしくお願いします。それではどうぞ。鬼滅の刃。2020年5月18日に原作終了し、秋には待望の劇場版無限列車編が公開される鬼滅の刃。昨日発売された小説版、そして8月に予定されている人気ランキングの発表、煉獄外伝など話題が尽きない鬼滅の刃なんですけども、実はアニメ2期や劇場版が中止になるという噂があったんです。でもなぜこうした噂が広まったのでしょうか？その理由は、鬼滅の刃の関連の CD が不適切な音声の使用があったから。問題となっていたのは2019年10月30日発売のブルーレイ DVD 第4巻に同梱された CD の収録音源。制作会社のアニプレックス社からはこう発表されます。イスラム教に関わる音声の不適切な使用があったことが判明。さらにはその音源が Twitter などで拡散し、イスラム教徒と思われるユーザーから次のような意見がされます。アザーンは音楽で使用されるものではない。これは私たちの宗教に対する侮辱。そう。イスラム教における礼拝を呼びかけるアザーンが使用されていたことが大きな原因となっていたんです。これに対して鬼滅の刃制作委員会の集英社は次のように回答します。当該の音源が入っていた特典 CD については一切関与しておりません。原作漫画には当該音源に関わる場面はありません。しかしながらアニメ制作委員会として、イスラム教徒の皆様にはご不快の念を抱かせてしまいましたことに関して深くお詫び申し上げます。でもなぜこの問題からアニメ2期の中止につながるのでしょうか？そう、ご察しの方はもういると思うんですけども、この騒動が発端となり海外から批判を集め CD が出荷停止になる。このことがネット上で誇張発展し、無限上編やアニメ2期の中止という噂になったんです。しかしながらこれは CD の問題なので、アニメではこうした音源は使われていないことから心配する必要性は全くないですよね。ところがですね、現在ではこうした宗教上の問題からもアニメや映画では規制が強くなっていることから、実際に問題があった場合に中止になるというのは珍しいことではありません。仮に CD ではなくてアニメに使われていたとしたら、それは鬼滅の刃がもう二度と放送されない、そして劇場版がもしかしたら上映中止なんてこともあったのかもしれません。ポケットモンスター、これはですね、皆さん知ってる方も多いんじゃないかと思います。言わずと知れたポリゴンショック事件。ポリゴンショックは1997年12月16日に放送されたテレビアニメポケットモンスターの第38話、電脳戦士ポリゴンの視聴者の一部が光過敏性発作などを起こした事件の通称です。この回は主人公のサトシがコンピューター内で起きている事件を解決するためにコンピューター内部に入り込むという内容なんですけども、一体何が問題だったのでしょうか？問題となったシーンではコンピューターの世界を表現するために激しい点滅が多用されたんですけども、報告書によると25箇所にもわたって1秒間以上連続して激しい点滅が使用されていたとのこと。特に顕著だったのがピカチュウが10万ボルトを使うシーンなんですけども、この10万ボルトの激しい光の点滅を見た視聴者の一部が体調不良を訴え病院に搬送され、患者の数はなんと約750名にも上り、そのうち135名が入院したとのことです。ちなみにですね、このシーンの発端となっているのはピカチュウであり、ポリゴンは全く関係ないんですけども、制作側がポケットモンスターのマスコット的存在のピカチュウを守りたいという意図があり、まるで全ての罪をポリゴンに被せるかのようにポリゴンショック事件という名称で呼ばれているんです。こうしたポリゴンの悲しい末路とその後のピカチュウの大人気もあってか、ピカチュウを羨ましく思うポリゴンがピカチュウの布をかぶってミミッキュとなったというふうに都市伝説では言われています。そしてこれ以降アニメポケットモンスターに23年間ポリゴンが登場することはありませんでした。
その後ですね、テレビ東京ではアニメポケットモンスターの放送をしばらくの間放送休止にしたことは言うまでもありません。ポケモンに関しては他のアニメのように規制や社会情勢の配慮というよりも実際に被害者が出ていることから放送中止になっているんです。おそらくアニメ史上最悪の放送中止事例の一つだと思われます。最後です。2112年厚生省管轄の巨大監視ネットワークシビラシステムによって人間の感情や欲望、社会病質的心理傾向は全てが記録管理されていました。それはサイマティックスキャンによる解析によって魂の判定が可能となり、職業適性、恋人適性、そして罪を犯す可能性のある人間、潜在犯の特定までシビラが担っている社会。厚生省公安局刑事課に配属された新人監視官の常森茜は井の座信近や鴻上信也たちと犯罪を犯す危険性を数値化し、犯罪係数が規定値を超えた場合に対象を撃つことができる銃ドミネーターを武器に凶悪事件の真相に迫っていく物語です。そんなサイコパスのアニメは2014年8月1日には第4話が放送される予定だったんですけども、前日の7月31日には編成上の都合により休止とさせていただきますとの告知が公式ホームページに掲載されます。そしてアニメの公式ツイッターアカウントによると、内容的に現在放送するのにふさわしくないという判断があったといい、2014年8月1日には第5話を繰り上げて放送するという流れになったんです。そう、第4話はお蔵入りとなってしまうんです。そんなサイコパスのアニメなんですけども、なぜ放送中止となったのでしょうか。実は問題の第4話は実際に起きた女子高生による同級生殺害事件と酷似していたんです。問題のサイコパス第4話はというと、行方不明になっていた女子高生が公園で遺体となって発見されたところから始まり、遺体は切断された状態で加工され飾り付けられていました。そしてその犯人はなんと同級生だったんです。そう、2014年に日本を揺るがせた大事件、佐世保女子高生殺害事件と酷似しているんです。こうした事情から番組側は放送自粛を決めたんです。暗殺教室。ある日月が爆破され永遠の三日月となった。そして防衛省特捜部から派遣された男が教室にやってきた。それもつい先日月をえぐったひょうきんな顔の化け物を連れ、男は言う、この化け物を来年3月までに暗殺してくれ、報酬は100億だ。そんな経緯で山奥にある落ちこぼれのたまり場 E 組は化け物が担任となるおかしなクラスとなっていくんです。そして軍や政府が何をやっても殺せなかったこの化け物は E 組の生徒だけに自分を殺すチャンスを与えるんです。殺せ先生と落ちこぼれクラスエンドの E 組の生徒たちの本気の1年間を描いた感動の物語が暗殺教室なんですけども、実は暗殺教室にも放送中止になった過去があるんです。というのもですね、暗殺教室の第3話では体育の授業でナイフを振り回したりと、ナイフに関する映像シーンが何度か放送される回となっているんですけども、問題となったのはこのナイフだったんです。なぜか。実は暗殺教室の第3話が放送される2015年1月といえば IS ことイスラム国が日本人を人質に取りナイフで脅している映像が日本を震撼させた月でした。こうした世間の時代を受けて2015年1月23日深夜に放送予定だったアニメ暗殺教室第3話の放送を自粛するとフジテレビが発表するんです。またですね、人気キャラクターのカルマの登場回が中止になったということも起因して大きな騒動に発展しました。しかしながら視聴者からは暗殺教室ナイフのシーンはあっても人間は切れない殺先生用のナイフだし、人間には無傷だし、暗殺教室を放送中止にしたイスラム国は絶対に許さないなどと批判的な意見も多数寄せられたとか、一方で社会情勢ゆえに仕方ないという意見もあり賛否両論という感じに意見は分断されていました。という感じで放送中止アニメについて紹介してきたんですけども、暗殺教室とサイコパスの放送中止事例は社会情勢を鑑みた配慮という感じなんですけども、近年では BPO などで規制が年々強まっていることもあって社会情勢ではなくとも問題認識されたアニメは放送中止になっていたりします。例えばですね、内容面で問題視されて今年放送中止になった一種族レビアーズなんかは有名ですよね。アニメや映画も年々クリエイティブが向上し、いろんな面白い作品が増える一方で、BPO や規制とは切っても切り離せなくなっています。その結果が放送中止なのかもしれません。